アナとマッチョの聞くだけダイエット。この番組はボディメイクジムクローバーの提供でお送りします。皆さんお世話になります。フリーランスのプロアナウンサーで筋トレキャスターの生野一馬です。世界初のマッチョアイドルマッチョ29のメンバー、六本木でパーソナルトレーニングジムクローバーを経営しております上田知世です。さてこの番組は生野家の熱血チャンネルをキーステーションに全世界に配信しております。そう知世さん、はい、私のこの熱血チャンネル、はい、グローバルでございまして。ああそうなんですか。知ってますか、はい、日本人のみならず世界中で聞いてくださってるんですよ、はい、すごいじゃないですか。なぜかですね、はい、インドネシアの人が 0.1% 見てるインドネシアの方なんでショートさん見てるんですか。なんででしょうねアメリカ合衆国でもなくヨーロッパの諸外国でもなくインドネシアの人がって、ね、もしかするとあれですよ、ショートさん、インドネシア人にすごく好まれる顔をしてるんじゃないですかね、はい、自分で言うのもなんなんですけど、知世さんと私ちょっと顔の系統似てますよね。ああそうですね、細表というかね、はい、真ん中にギュッて寄ってるような感じですね。まあこれラジオなので皆さん想像しながら聞いていただきたいんですけど、はい、知世さん、はい、大会が近いということで、はい、絞ってきてますね。いやもうだいぶねいい感じに絞れてますから、ね、5月の東京オープンに出場されるっていうね、はい、ボディービルの大会ですけれども、はい、そうです。そして、はい、真色に焼けてらっしゃって、いやもうそうなんですよ、日サロにですね、行きまくっておりまして、はい、もうだいぶですね真っ黒になりつつあるなっていう感じでこれやっぱり、はい、ボディービルの大会焼けてる方が有利ですね。やっぱりあの黒ってすごく引き締める色って言われるじゃないですか、はい、だからあの黒くなればなるほどあの筋肉の陰影が綺麗にはっきり見えますよと、はいはい、なるほどね、まあ、みんな焼かなきゃいけないんですけども、はい、今の時期ってまだ春じゃないですか、はい、春先でこんだけ黒い人間が歩いてると違和感しかないんですよね。日サロ行ってんなってなりますね。もうほんとちょっと嫌なんですけどまあでも大会のためだからね、それは一つ。あるいはこれ聞いてる方の中でもちょっと最近ぽっちゃりしてきたんだよなっていう方、トレーニングする時間ないんだよっていう方、はい、まずは焼いてください、だいぶ変わるんじゃないですか。まあそうっすね、うん、変わるかもしれませんね、ロバートの秋山さんみたいになっちゃいますさて知世さん、このね聞くだけダイエットっていう名前なんですけど、はいはい、聞いた時何て思いました。いや聞くだけで言い出せたら僕の仕事なくなるなと思いましたね正直な話でもね、怒られること承知で、はいはい、このタイトルをね、はい、つけたんですよ。ああなるほど、やっぱ一応考えはあるんですね。そうです、はいはい、まあこれお聞きの方も同じようにね、そんなで痩せるわけねえだろって突っ込まれたかもしれないんですけど、まあ、知世さんのいつも話してる中身メソッドとして、はい、世の中に正しい情報っていうのはないんだと。ただその人に合った適切な知識はあるんだと、はいそうですね、だからパーソナルトレーナーというのは存在していて、はい、その人たち一人一人に合った指導を私はやっていくんだとおっしゃってます、はい、なので余計に聞くだけで痩せないだろうってなりそうなんだけどその中でもダイエット12箇条って言ってね、12の項目があって、熱血チャンネルご覧の皆さん言えますか。言えないとも、私もすって言えないもん。でも、やっぱ動画でこれまでね、いくつか項目分けてやってきましたけど、はい、なかなかこれを習慣にするっていうのは難しい。まあそうですね。と思いまして、習慣づけるにはどうしたらいいかなって、うん、同じことを言い続けるんですよ。まあそうですね。はい。で、動画で同じことばっか見てたら飽き飽きしちゃうと思うんで、うんはい、ならばラジオ。おー、なるほど、ね、なるほど。ですから、これ、最初は日曜日の朝に上げていこうと思うんですけど、はいウォーキングしながらとか、ライニングしながらとか、はいはいはい、通勤の電車の中で、車の中で、はいはい、まあ、目を休めてですね、うん、今もう皆さんお忙しい、ね、パソコンずっと見てて忙しい、目が疲れる、目を休めて、耳だけね、20分ぐらい傾けていただければ、その間に、上田知世が皆さんを洗脳していくと。ああ、なるほどですね、はい。音に集中していただくという、ね。そういうことです。なので、聞いているだけで、はいはい、ダイエットへの意識がまず変わってくると、これひしいたら聞くだけダイエットになるんじゃないかなと、まあええ、そういう意図であればものすごく納得できるタイトルですね、ええ、確かに。とはいえ、はい、本当に変わるのと思ってるそこのあなた、はいはい、エビデンスを示しましょう。おなるほど。私知世さんにトレーニングをし始めていただいて、はいはいはい、知世さん持ってきていただいていいですか、はいはい、去年の10月にスタートしました。で実はねもうこの時にそこそこ
体を絞んなきゃいけないなと思ってトレーニングをしてたんですよね。家で自重で自分の力だけでできるトレーニングをしていました。私身長177センチで体重68キロぐらいだったのを、千世さんにお世話になる10月の時にはすでに 61.7 キロというところでした。ただ体脂肪が 12.7%、まあ、これも一般的なところよりちょっと下ぐらいですよね。結構まあ低めですよね。ですよね、はい、なんだけど私が目指すのはもうバキバキのマッチョだと、はい、まあ、交通事故に遭ったこともあって体の不調もあったんで健康的な体を手に入れたいと。で今一年発起じゃないけれども10月から10、11、12、1、2、3、まあ、およそ半年間かけて、今日もね実はさっきトレーニングをしまして、はい、終わってですね体重が58キロ、まあ、これはだから10月と比べて 61.7-58 で 3.7 キロなんだけど、注目していただきたいのはですね、皆さん体脂肪が目標の 7% 台に乗ってついに 7.4% までいきました。素晴らしい。これが10月の時は 12.7 から 7.4 だから 5.3% 落ちてるんですよね、はいはい、すごいです。で確かに知性さんにトレーニングしてもらっているっていうのが大きいんだけど、実は私も週1ぐらいなんですね、ここに通ってるのは。でもしかしたら家でガンガンやってる人たちの方が運動はしてるかもしれないっていう中で、それはパーソナルジムね、ボディメイク、クローバーに来られるのがベストだけど、来られない人たちに対してもそういう考えの面で私変わってきたところがたくさんあるんでね、はいはい、そういうことをね伝えていければなと思ってですね。もうそうですね、いいですね。はい、このラジオを始めることにしました、はい、今までちょっと私ばっかりが得してきたので、うん、せっかくねこのチャンネルを見てくれる人、聞いてくれる人たちにも得していただきたいなという思いでスタートをさせていただきました。なので、はい、皆さんもぜひメッセージをご遠慮なくお寄せいただければと思います、うん、ああ、なるほど、悩みみたいなのですね。そうですね、はい、健康に対しての悩みもそうだし筋トレに対しての悩みもそうだし、はいはい、まあ、これまでもいくつかいただいてて、その中で今日も一つ紹介しようかなとは思ってるんですけれども、はい、まあ、どうしても恥ずかしいっていう方はね、ショーノの SNS まで DM でいただければ匿名でお伝えさせていただきますんで、バシバシお待ちしてます。そしてね、千世さん、はい、もう言う間に夏がやってきますから。もうそうですね、あと3ヶ月もすればもう本格的な夏ですから、うん、モチベーション的には今から先が一番いい時期じゃないですか。ちょうどこれからがもういい季節ですよね、うん、暖かくなってきましたし、そう、まあ、薄着の季節です。そう、薄着、そしてね、男たちは水着のね、まあそうですね、まあ、今コロナだからって言われてはいますけれども、はいはい、遊泳してもいい地域もあったりもするし、まあ女性もねちょっとこう肌を露出する方も増えてくるわけだから、はい、まあ、どうでしょう、夏までにどうぞこのラジオ聞いていただいて、はい、意識高めて、はい、痩せてもらって、うん、モテていきませんかと。ああ、なるほど、いいですね、ええ、やっぱ皆さんモテたいですからね。そうなんです、はいはいはい、男も女もモテたいの、うん、ダイエットなんか俺もいいしとか、うん、筋トレってちょっとハードル高いと思ってるかもしれないけど、はいはい、モテるんすよシュッとしてた方がモテるんすよ、まあ、もうこれは知性さんね、これまで体験してきたでしょ。まあ正直めちゃめちゃモテますねまあ我々は既婚者なので、はいはいはい、もう一線は退いてます。そうです、もうモテたところでみたいなところ、そうなんですよ、はい、なのでこのねチャンネル聞いてくださってる、見てくださっている方、うん、25歳か40歳ぐらいの男性が多いんですよ、はいはいはい、でおそらく半分ぐらいの方は独身だと思う、うん、なのでなるほど、まあ、女性も含めですけどね、はいはい、みんなにモテてもらいたい。ああ、いいですね。うん、やっぱね、はい、やっぱモテはね、日本経済をもしかすると発展させるかもしれないんで。いや、そうですよ、はいはいはい。いろんなものが売れ始めるし。そうそうそう。ね、やっぱね、異性の目を、視線を、はいはい、意識することによって、やっぱいろんなね、自分にもお金かけるし、投資するわけですよ。そうそうそう。まあ、女性だったらおしゃれな服を買うもそうだし、男だったらちょっと見え張っていいお店に連れて行くかもそうですし、そうですね、もうね、やっぱりコロナで今、うん、日本経済が疲れてるんで、そう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 もうみんな表に走って、うん、日本経済復活させましょう。そういうことですよ、はい、なので恋愛に対してのお悩みとかね、はい、あ、でも全然いいですね。例えばどんなのがありますかね、はい、例えばまあなんかね、単純になんかあれですよね、あの好きな、うん、あの女性がいるんですけど、どうやって振り向いたらいい、振り向いてもらっていいですか。あ、いいですね、はい、それを筋トレ目線で、まあ、筋トレ目線で、まあ、まあできることなら振り向いた時の腹斜筋を鍛えた方がいいよまあそういう面白回答も全然ありだと思いますし、ね、腕枕は上腕二頭筋を鍛えてた方がいいよとか、ね、あ、でもね、あの逆に言うと上腕二頭筋鍛えすぎると血液止まるんでしんどいですまあそういう弊害もリスクマネジメントとして話すことができるっていうので、はいはい、
トレーニングだったり健康の話をしながら、もう本当知世さんもね、今まで伝えきれてない面白いエピソードがたくさんあるの。例えばね、競馬の世界にいたとかっていうのもね、テレビでは言えないようなこととかもたくさんあるの。それをね、おいおいここでも話してもらっていいんで、ですから皆さんも朝ね、さっきも言ったけど、ウォーキングしながらとかランニングしながらとか、電車の中、車の中とか、あるいは主婦の方とかはね、男女問わず主婦の方はお料理の支度をしながらとか、お弁当を作りながらとか、お風呂の中でとか、寝る前にちょこっととか、あ、もう先に言っちゃうと、この番組の最後に熱血チャンネルのテーマソングの東京を流すので、まあ、それを聞きながら皆さん休んでもらえるようになればなというふうに思ってますんでね、今日からこのラジオスタートしましたんで、まあ、疲れた目を休めながらお耳だけでも傾けていただければ幸いでございます。さて早速、はい、早速って言ってももう10分ぐらい喋ってるんですけどいや、まあまあ趣旨説明大事あの一つ目のテーマなんですけど、あの熱血チャンネルを見てくれている、はい、まあ、私の知り合いでもあるんですけども、H 報道の大手広告代理店の H 報道の疲れたサラリーマンが、あのこの間あげた激痛マッサージ、私がもうヒーヒー言ってただけの動画を見て、翔さん私も腰が悪いんで、あのトレーナーの方紹介してくれませんかって言ってきて、あ、ぜひぜひもうめっちゃいいよって言って、そしたら仕事早いですね、H 報道さんは。うわ、もう早かったですね早速来られたんですよね。もう来ましたね。どんな感じでした？まあ、あの45分間のマッサージを受けていただいて。45分耐えられたんですか？はい、あの、まあ、耐えていただいたという感じですね。どちらかというと私は何分でしたっけ、あの時はですね、ショーンさんの10分ぐらいしてるんですね。そうですね、はい、10分でギブアップでした。偉いわ、はい、根性あるわ、さすがH 報道さんどんな感じでした？いや、もうだから最初は、まあ、もちろんね、あのあれですよ、事前に、いや相当痛いですよっていうふうにちゃんとお伝えはしてましたけど、何かあったら困りますからね。そうそうそう痛い痛いだよって言われたから、ね、あなた痛いって言った、痛いのを承知してきてますよねって今ちょっとね、ちゃんと事前に質問した上で、施術をしたんですけども、契約書書かされてあの油汗流してましたね、ずっと。動画見てください皆さん、本当に痛いの。だから、あの小殿筋、中殿筋、小殿筋と中殿筋ですね、ですよね、あの、まあ、お尻の横側、はいはいはい、昔関西だけかな、チャランポって言いませんでした、膝下痢入れるチャランポってここじゃないですか？違う、およそその辺なんですよ。その辺、まあ、その辺をグイグイ押されるの、はいはい、まあ、その悶絶のマッサージを、やっぱりその方も腰痛だから、はい、そうですね、まあ、腰痛の方は基本的にここもすごい硬いんで、うん、だから、まあ、しっかりとマッサージさせていただいたんですけどね、このマッチョの力で、はい、まあ、もう力技でずっと油汗がかいてて、もう止まらないこれね、皆さんもね、ぜひね体験してもらいたいんだけど、その人は何が原因でした？まあ、単純にやっぱりあの仕事が忙しいっていうのが大きいですよね。まあね、うん、やっぱり、ね、睡眠時間がなかなか取れませんよと。寝るのって大事なの、はい、ね、これまず一つ皆さんにも伝えたいですね、はいはい、仕事難しいのは分かるけど、はい、最低7時間ね、まあ、最低7時間、まあ、あのね、ちょっと忙しくてなかなか取れないと思うんですよ、うん、ね、仕事が忙しい方だと、はい、であれば、まあ、睡眠時間はまあ最低でも、まあ、6時間ぐらい確保していただくのと、うん、合わせてちゃんとお風呂入りましょうねと、湯船に浸かりましょうねと、はい、うん、シャワーだけじゃダメよみたいな。今まさにお風呂に入ろうとしている人はこれからそうしていただいたらいいし、これ朝聞いてくださってる方は今晩ぜひそうしてください。そうですね、お風呂ゆっくり入った方がいいんですよ。絶対いいです ね。何度ぐらいでしたっけ？まあ、できれば42度以上、はい、はい、ちょっと厚めぐらいの方がいいですね。ですかね。で、入ってるとのぼせちゃってすぐ上がってしまう人がいるんだけど、はいはいはい、それって表面の温度が上がってるだけなので、一回冷水シャワーでふわーっとお腹のあたりとか当てると、そうですね、ほんと復活しますよね。そう、あんまりね、背中に冷水当てちゃうとちょっとひゃーってなっちゃうんで、うん、あのお腹から下、あと太ももあたりをしっかりメインで、うん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 、そう、太ももっていうのは大きな筋肉があるからなんですよね。はい、そこしっかり冷やしたい。もうこれもね、聞いてる人のほとんどがね、そうなのって初耳って思ってるかもしれないけど、動画でやってるから見てください、っていう風に、これももう毎回言ってもいいかもしれないです、こういうことって。これが習慣につながればと思うんでね。確かにこの習慣はね、すごくやっぱり毎日やっていただきたいので、毎回言ってもいいかもしれない。そうですね、まず風呂しっかり入って、でしっかり寝ましょう、しっかり寝ましょう。
まあ、最低6時間ね寝ていただきたい。もうそれで仕事の効率が上がるんだったら、ね、上司に言った方がいいですよ、はい、あ確かにね、仕事量ちょこっと減らしが睡眠が増えた方がより濃い仕事ができるんでっていうぐらいね、部署に提案しましょうよ、ね、部署に提案して全員でそうしましょう。そうですよ、そしたら我々も公園で行けますから ね、はい、ね、ウィンウィンですよ、はい。まあ、そんなマッサージもね、施設さんの場で受けられるんでリンク貼っておくんでぜひ皆さんご覧ください、はい。そして早速なんですけれども、はい、以前このチャンネルにコメントでくださっていた方の質問、はいはい、ね、質問さんに答えていただきたい、はい、これから皆さんどんどんお寄せくださいね。この方はですね、痩せてるんですって、はいはい、痩せ型、はい、なんだけど、はい、お腹だけぽっこり出ちゃってる、あ、はいはい、どうしたらいいですか、ね、ありますね、はい、いますよね、やっぱ男性の方でね、なんか30超えてきたらなんか手足は細いんだけど、うん、お腹だけぽっこり出てきちゃったみたいなね、そう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 、方が結構多いんですよ、うん、あれってなんでなんですか。あれはですね、単純にあの筋肉がなくなりすぎて、腹筋がなくなりすぎて、はいはい、内臓がボコッと出ちゃってるんですよ。あれ脂肪じゃなくて内臓、そうそうそう、内臓です、ね、あ、そういうことですか。そうそうそう、内臓本来はあの腹筋とか腹斜筋であの支えてるんですよ。はあ、ね、ここ骨ないじゃないですか、ないです、確かにない。だから全部筋肉で支えてるんですね、本当は。あ、なるほど、お腹ってそういうことだ。そうなんですよ、だから筋肉がもう運動不足で筋肉がなさすぎると内臓がボコンって出て、なんかお腹だけポッコリみたいなね。そういうことですね。だからまあ解消法としてはね、腹筋運動をしましょうって感じですね、うんうんうん。まあ腹筋の仕方とかもね、いろいろあるから。そうそうそう、いろいろあるんでね、まあ、それは動画見てください、ね、うん、そうですね、なるほどね。いや、これみんな多分脂肪が出てるって思ってると思いますよ。まあまあ、まあ、中にはね、脂肪が乗ってる人ももちろんいますけども、手足とかが細くて、ね、胸も細くて背中も細いのに、うん、お腹だけ出てるのっていう人はまあそういうことですね。そういうことですね。知世さんって人生で太ったことってないんですか。いや、ありますよ、僕リクルート時代はそうなの、めちゃめちゃ太った。リクルートの営業マンだったんです。リクルートの営業マンね、エリート営業マンですよ。リクルート事件起こしてやめたんですよね。なんでそんな昔なの。その時まだ12歳そうですそう、リクルート時代は、はい、何、会食とかが多かったかな。リクルート時代はやっぱもう飲み会多いですよね。うん、やっぱサラリーマンで、ね、営業ですから、はい、だからもうひどかったですよ。だから僕も腰痛がすごいひどくて。これはでもありがたいですね。なんか最初から体育会系でめっちゃ体のメンテナンスして、はい、デブになったことがない人になんか指導されると、はい、前には分かんねえだろうって思われるかもしれない、ね、気持ち分かんないでしょうじゃなくて、ね、僕気持ちめちゃめちゃ分かるんですよ。気持ち分かんのにあんなに痛いマッサージしてくるんだ。だからもう自分でやってるから、もう、ね、これをやったらあなたは必ず良くなるんだよ、じゃあ頑張って我慢しましょうねっていう気持ちでやってるんですよ。なるほどね、はい、そういう優しさ、そう優しさがあるんですよ。あるんです、騎手仏心ですよ難しいことだ、騎手仏心です。そうそうそう、そう、心は仏で、はい、手は鬼、一番かっこいいじゃないですか、はい、そんな知世さんのゴッドハンドに皆さんにもかかっていただきたいんですけど、まあ、今日ねまとめますと、はい、まあ、早速熱血チャンネルをご覧いただいた方が知世さんのゴッドハンドに触れていただいてありがとうございます。その方はやっぱり睡眠時間が足りてなかったっていうんでね、お風呂もしっかり入ってくださいね。あとぽっこりお腹で悩んでる方、痩せ型なのにお腹が出てるっていうのは脂肪っていうよりむしろ腸が出ちゃってるんだよっていうので、痩せてるから筋トレしなくていいって思ってんだったらもう大きな間違いで、痩せてる人でもしっかりとトレーニングしましょうね、はい、いうことですね。そうですね、はい、で知世さんはリクルートで働いていて、はい、当時はもうみだらな生活も送ってたと。まあみだらっていうか乱れてましたね。みだらっていうとちょっと違う部分になっちゃって。でそっちはどうですか。全然その時も普通にあれですよ、もう結婚してるんで子供も見るし、まあそうなりますよね。そうそう、別にみだらではなかったですね、まあ、その辺はね、おいおい、まあ、まあおいおいね、イケメン知世さんがどんな恋愛遍歴があるのか、そうですね、確かに、はい、紐解いていければなと思います。はいはい、ということで、はい、初回の放送でしたけど、はい、どうでしたか、知世さん。まあなんかね、あのトークだけっていうのもね、なかなか話が広がっていいですね。そうですね、はい、もうどんどん脱線してくださいね、これからね、はいはいはい。なので皆さんも脱線するようなしょうもないメッセージから、しょうもないの。しょうもないメッセージ大好きなんです、うん、そう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 。ね、で毎回同じようなことを言うと思うんですけども、はいはい、あのもう何回も聞いたよって言うまで言い続けたいと思っておりますので、はい、これからもお付き合いいただければと思います。それでは最後に熱血チャンネル主題歌東京を聴きながらお別れです。
引き続き皆さんウォーキングしながら、あるいはお休みの音楽にお聴きください。アナとマッチの聞くだけダイエット、また来週です。さよなら。さよなら。飲み込まれそれでも見つけ出してって叫び続けたら、あなたに出会えたこの東京で、輝く銀座の街で涙笑顔が光、若者あふれる新宿の夜は孤独と情熱が交差している。精一杯おしゃれをして踏み出したのに、空回りしたんだ。シンプルな日々にそれでも番組は、ボディメイクジムクローバーの提供でお送りしました。